はい、お疲れ様です。お疲れ様です。今日は、まあ、福島からわざわざ元一応社員か。元社員。元社員。元社員。まあ、職人で17から来たの。17ですね。うん、でまあ俺が本当に会社やり始めた時がちょうど28で会社法人化して、まあ、その時にまっすぐ入って、でまあ、よく動画出てくるあの豊君のつながりだよね。で紹介できたんだね、お前が。今日はなんと。会社やってるんですよ。会社やって3億ぐらいやってんの。3億届かないぐらいです。何年目？法人にしてはまだ、法人にしてはまだ1年目、1年目です、ね。うん、でなんと、まあ、サムネにも入ってたと思うんですけど、脱税でこれになりました、ね、そういう無理やりなんか無理やりじゃないですかこれになりましたね、脱税でなってない、脱税疑惑で、脱税疑惑でね。だけど、まあ、実際、まあ、税金どれぐらいあったの。税金ですか。もう家とか言ってもいいよ、先生、うん、それは家、まあ言えませんね。1000万以上以下。1000万円ぐらいです大丈夫。まあそういうことです。まあ俺はちなみに税務署2回入られて、もう数万円レベル、その申告漏れとかそんなレベルの世界だけど、まあね、あの税務署ってまあね、今職人屋さんやっとる子たちだとちょっと分かりづらいと思われるかもしれんけど、まあ法人だと結構2日3日調査ブワー入るんですけど、まあ、職人さん一人親方とかだと無申告なんです、結構多いでしょ。うん、で、まあ、まあほぼほぼ無申告みたいなもんだったろう。もともとそうですよね。まあ、まあ、税務署入った時はもう申告しとったんですけど、で申告したもんでなんか入ってられたんだろう、どうす、逆に。いや分からんすけど、なんでかは本当分からんす、本当に分からんすけど、うん、まあそれで入って、うん、でまあで、まあ、税務調査もどうだろう、半年ぐらい、半年調査された。半年ぐらいかかって。もうコメント荒らして、コメント荒らして。相当ひどいことやっとったよ、俺は。だって俺は3日4日で終わったもん。記録がないっていうのもあるんだな、多分。記録がないかわからんすけど、まあ個人の時から5年か。うん、この5年間。うん。なんでかわからん。あ、個人でも5年やって、まあ一定でももう、まあ個人からやっても、まあ個人って言っても何十年も人使っとったんだな。そうですね、まあ、使ってたんで、うん、まあ、ぶっちゃけその個人でやってる5年ぐらいで、まあ、一番いい時で売り上げどれぐらいあったの、月間で言ったら。売り上げか、難しいな、それは。実質上その、うん、口座通ったのは、うん、どうだろう、で月間でももうあれだろ、1000万2000万を超えてる時もあるわけだろ、うんうん、多い時は1000万2000万でも月間ではない、1000万は超えとると思うんですけど、ああ月間だけど、うん、そうです、まあ分からんすけど、まあお前何、お前急にカメラ回ったら、お前回ったるよ、この人は。こんなに言えないですよ、でも、まあ言えんけど、俺がどんだけ喋らせるかだね、視聴者の皆さん、今日最後まで見ててよ、俺はもう全部喋らせちゃうからね、これ。いや喋らせん、ガソリンが足りんか。いやガソリンまあだけど実際やっぱ税務署って一番どこ見られた、やっぱ申告しとりゃもうなんとかなるよね、あれ。もうぶっちゃけ、うん、じゃあだって本当に一番いかんのが何も申告とかいい、何も申告とか一番いかんね。多分視聴者の人って結構、うん、一人親方みたいな感じで社会保険も入ってなくて、請求書、ね、会社が一応書けって言われて書いて、うん、一人親方でやってるんで、確定申告も何にもしてないっていうのが多分一番偉いよな。一番偉いですね。なんで相当大変だと思うよ。うん、だけど、うん、難しいですよね。でも税金僕も思ったのが、うん、税金の勉強って別にしないし、うんうんうん、ね、どこ別に学校でするわけでもないし、うんうん、でそこってもうなんかもう悪いことした人ではないけど、うん、なんかこう中途半端な、ね、うん、ことから始めてって、うん、まあ、一人親方から始めて、うんうん、まあ、どんな会社もそうだな、ちっちゃいところから始めて、うん、まあ、俺もちょうど前が出会った時なんか本当にもうボロボロの、うん、全部10万15万ぐらいの車、作業者が20年ぐらいだったな、ボロボロの京都もあるかもしれんやつが、まあ、そんなところから俺も始まって、まあ、こいつらと、うん、まあ、それでもちょっと面白いやつ本当撮っとるんで、うん、俺の生誕の地みたいな、あの、ね、今日動画ちょっと昼間も撮りに行って、うん、夜もちょっと撮りに行くんですけど、うん、いや実際にそうやって一人親方でじゃあ始めて、はい、もう確定申告がずっとしてなかったわけだ。そうですね、してなかった、うん、してなかった、まあ、しようしようとは自分の中で思っとったんだけど、うんうん、だけど結局何からしていいかわからん、うん、分かんない、何をしたらいいか分からんし、誰に相談してもいいか分からんし、誰に相談してもいいか分からん、でお前は入ってくるし、反対に僕も税務調査入った時に、うん、あの税務署 の, その調査官に、うん、じゃあ僕も一回元あるんですよ、電話して、うん、あの税理士ですか、うん、相談みたいなのあるじゃないですか、うん、あれに電話して、うん、税務署の個人の顧問してほしいんですよっていう話をしたことあるんですよ、うん、そしたらそんなこと自分でできるんで帳簿なんかにまずつけることから始めてくださいって言われて、なんだこの税理士と思って、税理士、税務署、税理士、税理士、
税理士を頼もうとして、うん、そうやって言われたんですよ。で、まあ、その時に、うん、まあ、自分も知識ないし、うん、そういうことがあったもんで、うん、あ、これ俺ってなんか間違ったことしてるのかなと思って。そうそう、だからそういうことか。だからなかなか、なかなか、だから自分でこう踏み出せんかったっていうのもあるんで、本当に税務調査入った時に税務調査官にも行った。で、ここのここのぜね、あの税理士さんに相談したことあったんだけど、うん、ね、個人だったら自分でできるから帳簿つけてやってって言われたっていう話も、なるほどな、したんだけど、でそんな悪いことしとるっていう感覚はないわけだね。そうそう、だけど、まあ、調査官からしては言い訳でしかないみたいな感じに取られた。でもお前は、うん、1000万近い金が取られたわけだ。また取られた。言っていいの？大丈夫？結構早く喋っちゃったね、お前。喋っちゃったんだけど、1000万近い金を取られたって、まあそうですよね、うん、で現金に払えたの、お前それを。ではもう払いました、全部。全部？この間全部払いました。でもクレジットカード使える？使えない。あ、ローン使える？でもなんか使えるって言ってましたよ。ローン使う？ローン聞く？ローンは使えないです。はあ。あ、ローンは使えるんですけど、すごい、あのロー、あの延滞税がすごい、めちゃくちゃ高いもんな。うん。実際に個人からやり始めて、一人親方からやり始めてって、どこに相談したらいいか分かんないっていうのがあると思うんだけど。多分。あれでも、あの税務署に、あの何とか税務署って多分近くにあるじゃん、うん、あそこに相談したら確定申告の仕方って教えてくれるな。いや結構聞きに行きゃ、多分なんか俺が聞いとったのは、まあ、社員とかもね、あの一人親方の子たちも結構おるもんで、聞くと結構行きゃ簡単にできますよみたいなことは言っとったけど、で、うん、まあ言い方悪いこと言ったら、まあいい加減でできるもんな。そうです、領収書のみたいなんで全部なくても全然できるんだね。そうです、結構いい加減に、うん、俺らでもそうだもん。この系法人でも、住宅代とかも手帳に書いたレベルで落ちるし、だって領収書でもあるじゃん。たこ焼き屋行ってたこ焼き買うのもそうだし、うんうん、缶ジュース買うのもそうだし。そうですよ ね、 ね、まあちょっとジュース買ってこいとか、飯食ってこいって1万円2万円渡すときもある。まあ俺はもう今、ね、会社も大冒険で、まあその橋下がねって言ったらあかんけど、細かいやつはちょっと入れてないのもある。で、それはじゃあもう自分の給料から引かれてっちゃうわけですよ、うん、俺の場合はね、うん、領収書入れたもんだけ会社からもらえるから、俺は、うん、月に1回俺はもう領収書の精算日があるもんで、うん、その時に俺溜まった領収書、会社に渡したお金を振り込んでくるもんね、うん、給料と別でね、はい、で逆にはもうなくしとったらわからんけど、まあ今はまだぐちゃぐちゃにしようから、会社の金を絶えず持っとる状態でしょ。僕はですか、うん、会社の金っていうかどうなんだろう、まあ別に会社の金は持ってないけど、でまあバラバラになってないでしょ、完全には。バラバラっていうのはもう会社の金と自分の金と、まあ領収書切ったら会社、領収書切っても会社からわざわざもらうっていうふうにはしてないでしょ。俺はもう領収書切ったものしか会社からもらえないの。うん、うちはまだそこまでしてないです。で、あの奥さんがやってるもんな。そうですね、奥さんが経理もやってるもんね。俺はまあぶっちゃけ、これはまあついでに今日お前のタイトルだもんね、お前の、まあ、このネタまた今度使いたいけど、これもそれもう何回も金にやられてるもんな、もう知ってるでしょ。そうですね、それ1回や2回じゃないもんね、何百万という金を横領、うん、そんなことお前がしっかりしなかんだろうっつって。でもこうやって一人親方とかでやってると、うん、まあ、そういうもんなんだよな、うん、で俺もそういうもんだったもん。ああちょっとあの絶えずその時なんかもう前借りとかもあったもんね、うん、絶えず財布により50万とか100万持っとらんと、あの時そうじゃん。そうですよね、一回飲みに行きゃもう10万20万飛ぶ、なんて何十人もおるからね、従業員が。なので絶えず事務員にちょっと50万下ろしといてみたいな、うんうん、状態だったじゃん。で両親、そうそうそう、小口で持っとった。そうそうそう、絶えず自分が持ってるんで、自分の金とごちゃごちゃだよ、うん、で逆にあの頃なんか給料20万設定しちゃったもんで、うん、給料なんかないに等しいもんで、うん、事務所に寝泊まりしちゃったし、うん、だけどいい加減になったら数字がやっぱ合わんくなってきちゃって、じゃあ蓋開けてったら税理士さんが調べたのが、まあ、たったこの半年、その人が入った瞬間から4ヶ月かな、3ヶ月か半年ぐらいの間にもう何百万も一気に税ちゃったと、うん、これもおかしいと、うん、で逆に税務署来てどこを見られたんですか一番っていうか、うん、まあ、税務署来た時は、まあ、本当個人の時の、うん、そのもうとりあえず向こうは来る時はもう銀行の口座の情報を持ってくる、あもう全部持っとるわね、まあ、うん、だけどうちの親は突然来たんですよ。ある日突然アポも何もなしに来たんですよ。そうだ相当悪いことやっちゃう。嫁から電話かかってきて税務署来たよ、うん、の署来たよって、うん、でだけど税務署来たと思って、うん、でまあ税金なんか払ったことねえのになって消費税しかねえのにね、払った消費税も払ったことないだろ。消費税を払って、コンビニ行きゃ払うじゃないですか。あそういうことな、うん、だけどまあ本当そんな感覚だったんですよ、うん、でも、うん、だけどやっぱこうね、自分でも危機感感じよったし、なんかそういう、うんうん、なんかやらなあかんなと思って、あ、まあ、だから税理士にも問い合わせたし、うん、だけどまあ相手してくれんかったら、まあ、多分電話した税理士も悪かったんですよね、うん、あそうかもしれない、まあ、個人なもんでちょろちょろやってると思ったよね、一人二人で、まあ、行って一人とかでやってるレベルでしょって、確定申告でできるよみたいな、うんうん、
レベルだったけど、その10人、20人、30人って動いてりゃ、そうそう、まあ、それ自分でできないもんね、領収書の管理なんか。できないんだで、まあ、だけど、まあ僕もでも実際、隠さず、何もしずに一応、税務調査を終わらしたんで、あ全部きちんとね。だけど悩んだんですよ、僕も、周りにもまだおったんですよ、口座の取引、ある人でもおったけど。だけどなんかあいろんなそうそうだ、ね、まあそのまあいろいろ裏取引じゃないけど裏取引っていうか違いますよ。現金が実際に本当に工事した取引は あったわけです。あ、はいはいはい、僕からさらに下請けっていうのもいたんで、あもらったお金もあれや払ってるお金もあるよね。そうそうそう、下手しやもっとでも払わんでよくすることもできたと思うんですけど。あそういうことな。そうそう、だけどあだけど下請けにこんだけ、あそこにも払っとんだここにも払っとんだわって言っちゃうと、そこにも行っちゃうので、そこにも行っちゃうから。だけど反対にそれを進化割りに、まあお前らもしっかり、俺も実際自分でこうやって受けたからお前らもしっかりしろよっていうきっかけが作れたんですよ。でもそうやって言うきっかけは、あそういうことな、俺もあのもうほんでここで俺で黙らしとくもんで、黙らしとくじゃないけど、まあ俺がここで確定申告、だってもう売上はもうだって金入ってきとるもんね。そう、隠せんからね。隠せないで。でこれを一つ本当に言っておく、あの別にあの悪いことを補助するわけじゃないけど、あの忘れるのいいんだ、別に領収書どうのこうのって忘れるのいいんだけど、売り上げのごまかしだけは一番罪重いな。あのなんか税金の重加算ってめちゃくちゃ重いよな。つくよね。なんでお金が入ってきたっていうのはもう本当にごまかせない。であと絶対拾えるから、まあ、そんなことを、まあ、ごまかせっていう動画じゃなくて、まあ、そんなバカなことをする必要ないね。そうだよね、だから、本当にまともに申告しよった方が、まあ、得だったんだよね。だけどそのやり方を教えてくれる人が誰もいなかっただけで、僕あそういうこと、ね、いなかったっていうか、まあ、自分で学ぼうとしんかったのも多分悪いですよね。だから大人のセリフだね、じゃあそうですね、それが大人ですよね。大人大人ですよ、そういう大人のセリフだね。大人じゃないけど、でも、でも そうじゃないですか。でも、分かる分かる、だけどでも多分いっぱいいるじゃないですか。でも一人親方やっとる人で、こうやってなっとる人もいっぱいおると思うんですよ。だけど自分がの経験から嫌だもん、した方がいいですよね。やった方が確定申告はやった方が得だし、めんどくさいけどな、でそれお前その半年間の調査って何回変えられたの？何回あったかってことですか、調査は僕があったのはもう3回ぐらいで、あとはもう4回目からも会いたくねって言ったんですよ。なんかもう本当に本当に違うんですよ。もう重加算税つけようつけようと思って、あそういうこと、そういうことばっかり言ってくるんですよ。なんかもう悪質だったようにとらわったとか、でやっぱこう調査書みたいなの巻くんですけど、でこれもなんかやっぱ僕が悪いように、で僕はでもありのまま喋ったんですよ。確定申告の仕方もわからなかったし、だからまあね、実際にこうやって自分が本当に電話してね、税理士に問い合わせたこともあるし、ね、こういう結果ありのまま喋ったんですよ。で、まあ、別に悪気もないって、だけど一番最初に税務調査官来た時に、嫁から電話もらって、なんか会社があるのに、家に税務署が来たよって言うから、はあ、なんで家に来んのみたいな、どこに来たのって言ったら、家に来た、何しとんの今って言ったら、いや中に通したって言うんで、とりあえず返せって言ったんですよ、そんなもん何かわからんしって言って、返して、もうその当時はもちろん確定申告してるんで、でうちの顧問の税理士に電話したら、自分の住んどる地域じゃなくて、その隣の地域の税務署が入ったんですよ。その管轄じゃないところ、管轄じゃない税務署が入ったんですよ。税理士さんにも言ったら、税理士さんはほかとけば大丈夫です、そんなことないですとか、多分詐欺かなんかじゃないですかとか言われて、そうでしょ、じゃあ本当にそう、税理士さんに言われて、で僕また電話来て、嫁に電話して、まあ、とりあえず今日返せって言ったんですよ、で返せ、詐欺かもしれない、そう言って、詐欺かもしれない、返せって言って、で返したんですよ、その場は、そしたら嫁も後で言ったら、なんか名刺も置いていかなかったし、なんかどうのこうのって言われたって言うんで、税理士さんにもまた電話して、いや名刺も置いていってないみたいで、いやいや普通来る税務署ってやっぱ管轄の税務署なんで、多分違うと思いますって言って、他取って大丈夫ですよって税理士も言ってたんですよ、そうやって言われとったんだけど、まあ結局でもね、何が理由で来たかは分からんですけど、だけどまあ結局話進めていけばそういう風で、あ連絡先も一応聞いとったんだ。そうですそうです。でなんか他の口座のこととかなんかその時に聞かれたみたいなんですよ。あ他に通知あるよねって言って。だけど嫁は嫁で、そういうね詐欺みたいなどうのこうのってなんか嫁は嫁でなんか見せられたとかそういうのもないし。ああ通帳の履歴がね。だって反対に他の口座の話もできんね。あ、まあそういうことね。誰かわからんもんで話せんじゃないですか。でまあそんなんでなんちょっとわかんないですみたいな感じで言うしかないよね。言うしかないから。だからまあその後にね、そうなってなんかまた
税務職員来て最後のそういう時に、うんね、それをなんか隠されたって言われたんですよ。あ税務職員にそういうこと、ね、口座を隠されたって、うん、いやだって名刺も置かずに、うん、いきなしピンポンして税務署ですって、ね、なんか胸にはなんかぶら下げとったみたいなんですけど、うんうん、だけど税理士さんに聞きゃそんな来ることはないっていきなし、うん、でそんなこと言うもんで詐欺じゃないのかっていう感覚じゃないですか。だけど向こうからしたらお前ら隠しただろうと、うん、罪重いぞこれはと。そうやって言うんで通帳他にありませんかって言ったら、いやいやちょっとまあ私では対応できないんで、うん、みたいな言い方した時に、うん、奥さんがあなたの口座を隠したんでしょうと、うん、そうです。ああなるほどな、うん、なんでまあ全部そうするともう課税金額がバーンって変わるもんな、うん、重加算で重加算で 40%45% とか、うん、そんなになるみたいなんですけど、うんうんうん、だけどまあ僕は別に正直に喋っとったし、うん、別に反対にそんなこと言われて、うん、いたんですよ僕も、うん、あんたらが勝手に来て、うん、こんなねじゃあ名刺も置かずに帰ってって、うんね、うちも税理士さんも問い合わせて、まあ、税理士さんももちろん立ち会いで全部調査を受けたんですけど、じゃあ税理士さんにも正直そうやって僕話しましたよって、うん、ねいやいや税理士さんはほかっとってくださいって言いましたよねとか言って、うん、でまあ税理士さんも言っとったんですよって、うんいやいやまさかそんないきなし来てこんな管轄外の税来て、うん、そしたらもうご丁寧に謝られましたけど税務署向こうがね謝ってきた、じゃあこっちも悪かったとこちらもすいませんでしたとか言って、うん、そういう配慮が足りなかったです、うんうん、みたいにはなったんですけど、うんうん、結局税務署ってさその会社も会社でもちろんきちっとやらなかったと思うんだけどやっぱ税務署もあいつらも仕事だもんさいかに金取ったら成績がつくもんねやっぱ必死なんだよね、うんまあ、部合じゃないけど、まあ、営業でも現場でもそうじゃん、うん、やっぱ現場叩いてなんぼだからやっぱ一生懸命やるし、うんうちもそう、やっぱ来た時に俺はまあそういうのほんのなかったけど、うんうん、ああでない、こうでないとかなんか隠しとるじゃねえかって言って、うんまあ、必死に、まあ、それが仕事だからね、うん、もうしょうがないんだけど、うん、調査するのが仕事だからあいつらもそうですよねそうそうそう、うん、でね、グレーなとこってあるから本当にね、うんまあ、何でもそうじゃん、まあ、こういう机でもこういう椅子でもそうだよねこれ俺が趣味で買ったって言ったらもう経費に入れたらいかんからそうですよねだけどこれ仕事のね会社に置くソファーのためだからってだけどこんな例えばこれが10万するあんなこれ10万円のそば会社に置く必要ないでしょとプライベートでしょこんなもんって言われたら、うん、そうですねって、まあ、僕はこれ趣味なんですよってただまあこれね椅子が大好きだから自慢のも片付けもそれダメだもん ね, そ, うですよねでそれぐらいなんかグレーなところってやっぱりいっぱいあるから、うん、視聴者の皆さんもまあまあ個人でやっとるからってなめずにだって何年遡られた5年ですねでしょ、うん、でそれぐらい本当に遡ってくるので最長で7年って人だから7年まで登、うん、れる登れるね領収書とかも保存義務かなんかがあるとか、 なんか確か7年かなんかなんですよだって本当に、まあ、確定申告なんかやって自分で経費全部バーって入れて、まあ、結構ザクッと入れれるもんで、まあ、あるない領収書あるないは別としても結構ザクッと入れる飯代とか言って割り勘で行ったらさ領収書なんかもらえんやつとかもあるじゃんでコンビニでジュース買ったとか、まあ、コンビニだったら出るけど自動販売機でジュース買った毎日10本買ってます、うん、で協力業者来とるもんで買ってますって言っても通るから、うんうん、だから3万円以内だとねこあのなんか認められるもんですよねなんか領収書なくてもそういう何々があってそれは認められるんで、うん、結構メモするだけでもそう手帳とかに書いてあるだけでもいいとか言うな、うん、なんで結構、まあ、自由度はあると思うのそれなりに法律を理解すればやっぱ法律に利用されるんじゃなくて法律を利用する、うん、で確定申告さえ何年もやっとったらやっぱ銀行の評価も上がってくるだろうし、うんうん、商売バッて勝負かけたいっていう時にさ、うんまあ、今回のコロナみたいな時もそうじゃん、はいうん、あんたのとこはこうやって今までねなあのたとえ一人でもそうだと思うんだよ月なり100万も売り上げいってないとで年間1000万とかでも俺全然違うもんなあれ1000万超えなかったので消費税は払わないだろ1000万超えなければね超えなきゃ、はい、だって一人やからなんか消費税も払わんでいいもんな課税対象者にならないってならないもんなそうですで消費税も取られないし今売り上げはね売り上げ税込みとか税別って書いてあっても売り上げあれだよ例えば2万円とか、まあ、1万8000円とかで税込みって元請けがもらっとろうが何しようが税別だからね、うん、税込みっていうのはないからな税込みって書いてあるってことはあなたに1700円ぐらい払ってますよっていうだけのことだもんな、うんまあ、今 10% だもんで1万8000円だったら1800円かかってるでまあ、実質には1万6000何本とかなんかそんな細かい数字になってくるんだけど、うん、あの割らなあかんでね変なふうに割らなあかんもんであれですけどなんで確定申告とかはまあ確実な通り、うん、で本当にまあここに1000万払ってるやつ1000万近い金をね払ってる人間がまあおるからだけどでも多分白い人例えば一人親方で、うん、白色申告っていうのは、うん、もう本当に
ノートに書いていくだけでも水筒帳に書いていくだけでもいいみたいですよ、うん、でも今もあれ、ね、なんかどっちかがなくなるとかなんとか青と白があって、まあ、白がなくなるのかな結構2、3年前平成で35年とか言ってましたね昔は35年からなくなるなく多分なくなってああなまだ今はあるんだ現段階では多分あるんだな、うん、平成35年あと何年ですか2年後ぐらいうんそうやね35年だったら多分そう、うん、だけどそれぐらい結構ねもうザクッとしょるでうちも結構一人屋方多いからで個人事業主って会社下請けとか言うけど、まあ、実質、ね、もう 100% うちの下請けでっていう子も結構いっぱいおるから、うん、でそういう話も聞くと結構俺もあなんだそういうことかって言ってやっぱ勉強になる面もあると思うんでこうやって、まあ、せっかくねこの動画見たんであの本当に近所の税務署行くだけだなあの所轄の税務署行ったら全部教えてくれるなそうですねまあでもした方がいいですね確定申告した方がいい本当した方がいいでも本当にじゃあ反対にじゃあ払うお金なかった時には、うん、そうじゃないですか一人じゃあ例えば僕は今でもずっと一人役でやっとったら、うん、お金払えなかったと思うんですああそういうことだずっと一人でやっとったらね一、ね、人でずっとやっとって税務署入った時には払えんかったと思うでもあの税金とか払い始めた方が会社でかくなるだろうその確定申告で、うん、そこで変に不安がなくなるもんでそうだよねやっぱ今までちょろちょろこそこそしとる時の方が、うん、結果そのこそこそ前にこそこそなんとかが入るじゃんだけど俺もその最初からボーンってもうやるぞってやって、うん、もう税理士も入れてもうそこに悩みがないから、うん、もうその会社大きいことだけに集中できるじゃんああまあそうですねそういうのってあるだろうなんかありますいやそれがそれがなんかありますよねでもなんか自分の中で引け目ではない引け目っていうかなんか俺別になんか言ってまだ俺なんか会社じゃねえもんなってこそこそやってるだけのなんかそうだよ、ね、ピンハネ業者だもんなじゃないんだけど、うんだけど どっちかというと自分でなんかもう税理士とかとやって大したことじゃないじゃん、うん、やったやら瞬間になんかあ別に俺やっていけるな会社でってもっと会社大きくしても全然やっていけるなみたいな、うん、なんかそういう気持ちになってかなんだうんまあなっていく、うん、難しいかなでも、うん、そんな感じですあと何だったかな税金は借金と違って、うん、借金すると個人の 借金だけど、うん、税金っていうのはもうその他の人に行くみたいなね家族でも行くと思うしああそういう、うんうん、そういう付きまとってくるもんとかあそうそうだね、うん、でそんなことで一生でさもし確定申告しとったら100万で済んどった税金が、ね、5年遡られて、まあ、1000万とか1000万が来て、うん、一生もう会社を大きくしたいチャンスが来ても、うん、次のチャンスに乗っかれんくなるからねでそこだけはやっぱ気をつけた方がいいんじゃないかなって、まあ、せっかく俺もねこういう建設業専門の動画をやってるから、うんまあ、せっかく喋ったんでね僕も喋、うんね、ったでこうやってね ありがとうございますこれから確定申告しますなんてコメントが来ると、うんまあ、嬉しいですであ一つ皆さんぜひチャンネル登録してほしいっていうのはこれからさちょっとライブをもうやっぱね飲みながらライブやると盛り上がるんで視聴者もバーッとねこれが1000人超えてみんな見に来てくれたんで不定期でライブ飲んでる時にちょっとやろうと思ってますのでぜひチャンネル登録しておくとねポーンって来るんだもん通知がライブ始まったよって来るんでぜひ本当にチャンネル登録してくださいまたねーもう終わり面白い